どうしてこの会社名になさったのか。あのお客様から愛されたいっていう会社はいっぱいあると思うんですよね。私たちはみんなでお客様を愛していこうっていうので愛しとうとにしたんですよ。お客様とキャッチボールしてるんですよね。いや素敵なことですね。私も見習って頑張ります。日本の女性を笑顔にしたい。愛しとうと。